体上にあるものを全部デザインするのがデザイン、シアターデザイナーで、でも私はどちらかというとセットの方、大道具とか小道具とかそっちの方をメインにアシスタントしているんですけれども、で舞台の世界で働いていて、で、もっと舞台のことを本場の、あのウェストエンドで勉強したくてイギリスに来たんですけど、まず大学に行ってもうちょっと勉強しようと思ったので英語をとにかく勉強しないといけなくて、ここの学校のいいところはジェネラルの場合だ、ま、あのユニバーシティに行ってもアイリスにしてもそうなんですけど、結局喋る、聞く、話す、読む、書くか、そのあのことをバランスよくやってくれる。グラマーももちろん取り入れるんだけれども、いろんなことをバランスよく私たちにこの飽きないようにやってくれるっていう、その授業もその先生ごとにいろいろちゃんと工夫してやってくれるっていうのがすごく良かったです。なんか求めることに応えてくれるっていうか、そういう学校だなっていうのはすごく思ってました。一言で私その時ずっと思ったのは、先生がみんなプライド持ってるって思いました。もう教えることのプロっていう、あのプライドがみんなに あるなと思って、先生方にそれがすごくやっぱり信じてついていこうっていう気になりました。何も喋らないっていうことは何も考えてないのと一緒っていうスタイルはやっぱり違うと思います。日本人は別に質問の時間になってもあんまりその喋ったりとか、喋っちゃうと目立っちゃうから。でもこっちだとやっぱりどんどん発言しないといけないっていう部分は大きな、授業でもそうですけど、でも先生、ここの学校は先生もよく見ていて、それぞれのキャラクターをちゃんとつかもうとしてくれるので、無理のない程度に喋れない子に振ってみるとか、発言の機会を与えてくれるとか、得意な部分を伸ばそうとしてくれたりするので、すごく良かったと思います。やっぱりとにかく恥を捨てて喋らないといけないとか、そういうこもう基本的なこと、とにかく日本人って文法文法ってずっと来たから、喋りながら考えちゃうんですよね。とにかく次はなんだっけなんだっけで喋りながら、あ、間違えたかもしれないと思ったら言い直すと全然進まないんですよ、文章が。でも最初にアンとかの授業を受けた時にすごく言われたのが、とにかく喋りきりなさいと、間違っててもいいから喋りきるっていうことが大事。そういうことって、でもやっぱりプレゼンテーションとか、まあ、恐れないでもちろんプレゼンテーション準備しないといけないんですけれども、とにかく自分 の言いたいこととか伝えたいことをこう恐れないで喋るっていうことが、やっぱり日本人はなかなか苦手だと思うんですけど、やっぱり外国語で自分の伝えたいことを伝えるっていうためには、そういう基本的に先生がこうやっぱり後押ししてくれたっていうことが、もう間違えてもいいっていう、で後で直すのは私たちの役目っていう感じで、喋らせてくれたっていうのがすごく大きかったですね。担任を外れた後もいろんな先生がどう今ひろことか、ちゃんと気にかけてくれる、何かあったら言いに来なさいよみたいなことを先生みんなでフォローしてくれようとするから、その担任以外の先生でも、その今まで受け持ってくれた先生は自分のことちゃんと気にしてくれたりとかするのが、すごくこのあったかいなって思いました。そこまでちゃんとフォローしてくれる学校ってあんまり多分ないですね。本当にアドバイスがあるとしたら、もう信じてついていきなさいって、先生に聞きたいことがあったら聞いて、見てほしいものがあったら持って行って、信じて任せて、その日々出る宿題をおろそかにしないでやる。悪いところに当たっちゃうと、先生はずっと何教科書見ながら黒板にその文法を書いてるだけで、生徒はそれを写すだけっていうような授業が本当にあるって聞くので、私もしそういう授業を受けていたら絶対こんなに伸びてないと思います。